ラパチニブは、上皮成長因子受容体とHER2、NOIの双方を阻害する二重チロシンキナーゼ阻害剤であり、HER2過剰発現が確認された手術不能乳がん、または再発乳がんに対し使用される内服の分子標的薬と呼ばれる抗腫瘍薬の一種である。ノバルティス社よりタイケルブの商品名で発売されている。開発コード D08108。2015年にグラクソスミスクライン社よりオンコロジー事業はノバルティス社へ譲渡されたため販売移管した。ラパチニブ 1250mg を1日1回、食事の前後1時間を避けて服用する。投与量は病状や体の状況によって適宜変更する。なお、食事の前後1時間以内に服用すると血中濃度が高まり副作用が強くなることが知られている。また1日の服用量を2回に分けて服用すると、同じく血中濃度が高まり副作用が強くなる恐れがある。アンスラサイクリン系薬剤及びタキサン系薬剤とトラスツズマブの投与歴のある患者に対して、カペシタビンとの併用で用いられるのが標準的である。カペシタビン単独療法を行った患者と比較して、ラパチニブとカペシタビンの併用療法を行った患者では、病性の進行を 0.49 倍に遅らせることができた。2013年に行われた切除不能胃がん、または再発胃がんに対して従来の化学療法にラパチニブを上乗せした治療の有用性を確認する臨床試験ではラパチニブを上乗せすることで生存期間を延長する効果は認められなかった。このため現在は胃がんに対してラパチニブは使用されない。添付文書の警告欄に、重篤な肝機能障害や、間質性肺炎、肺造炎などの間質性肺疾患が発生して、死亡した例があることが示されている。重大な副作用とされているものは、肝機能障害、間質性肺疾患のほか、左室屈率低下を伴う心不全、下痢、QT感覚炎症、中毒性表皮壊死解消、皮膚粘膜がん症候群。多型紅斑である。代表的なものとして以下のような副作用があるが、他の分子標的薬と同様に様々な治験や臨床試験によってラパチニブは適切に使用すれば十分安全であることが確認されている。比較的よく見られる副作用は、下痢、疲労感、おう吐、食欲不振、皮膚障害などである。比較的稀な副作用には、間質性肺炎、肝機能障害、QT 延長症候群などがある。カペシタビンとの併用では、可逆的な左心室機能低下が見られることがある。ありがとうございます。